ゴールデン花火。ありがとう。ありがとう、ハート花火。いや、大丈夫じゃない。あ、ありがとう。いや、泣いてないよ。つつき合う？つつき合うか。してもらうって。いや、お金は本当は借りてないよ。借りてないし、もらったことない。プレゼントはもらったけど。例えばさ、うん、キャバクラとかでね、うん、お客さんとかが、うん、今アイテム代を返せって言ってんの。それはだって返す必要なくない？運営さん通してるんだから。だから個人間のお金のやり取りは1円もしてないよ。いや、ホテル代も、まあ言い方ひどいけど、純ちゃんが出してあげるって言ってるか泊まって、俺ホテル代払ってって言ってないよ。サウナ、いや、この部屋とか。いや、俺ここ泊まるよ。俺も疲れてるもん。いや、お金返したらっていうか、お金もう、もしもし。はい。はい。いや、はいじゃなくて、はい、今天然さんにもからも電話来たよ。なんでこんなことするの？何が？いや、何がって、なんでこんなことするの？こんなことって具体的に何のことか教えて。具体的に何のことか言って。いや、何のことって、なんかエッチしたとかさ、なんか詐欺にあったとかさ、うん、なんか俺が結婚詐欺したとか言ったの？それはあれでしょ。コメント見る限り。エッチはしました。うん、結婚詐欺は知りません。だから、純ちゃんが、純ちゃんが何を言ったか言わないと俺は答えられないじゃん。体の関係はあったらっていう感じで、あ、しましたっていう答えよ。うん、で、あとは、相撲っていうふうに言われた。うん、あとはなんだ、結婚詐欺っていうのはないと思う。結婚願望ないし。うんうん、あとは付き合いたいってことはないっていうか、付き合いたい願望がない人だからそれはないっていうふうには言ってる。いや、同棲したいというか、いや、聞いて、あのね、同棲、うん、だから同棲したいっていうのはね、あの、本当に純ちゃんがあの化粧水とか買ってくれたでしょ。俺 LINE でも送ったけど。あ、何の話したいの？違う。俺だから本当に化粧、え、なんで、いや、何なんだよっていうか、なんで、あのさ、お前まずさ、うん、電話してきたらさ、謝るのが一番最初だろ。うん、いや、謝るのって、だって何を謝るの、まず。ふざけんじゃねえよ、お前。全部金返せよ。金だから借りてないでしょ。ふざけんなよ。ふざけんなって、俺アイテム投げてほしいって言って。金をどう、いくら返すの？金返せって。具体的になんて言わねえよ。弁護士立てて返してもらうかな。あの、それは別にいいけど、はっきり言ってよ。俺別に1円も借りてないし、お金くださいって言ってないでしょ。それは言いなよ、ちゃんと放送で。それよく言うよ。財布買ってくれとかも言ってんじゃねえかよ。で、それはプレゼント買ってんだけどさ。いや、だからホテル代出してく。だから今すぐ脱げよ。でさ、財布もさ、うん、え、なんで？当たり前で、おめえなんかな、100円財布で合ってんだよ。うん、だから、あのね、俺が言ってんのは、お金合ってってんだよ。俺が言ってんのは、金返せって言ったら、俺がお金をね、裏で引っ張ってると思われるから、それはやめてって言ってるんじゃん。また自分のことは擁護してやる。当たり前じゃん、自分のこと擁護するに決まってんじゃん。何のお金を俺を返さなきゃいけないの？何のお金を俺返さなきゃいけないの？わかりましたよ。こっちが店に全部あげたんだから返さなくて結構ですよ。わかってました。わかります。はい。訴えるの？こっちは言わないよ。訴えられたらその時に自分で何かしてください。うん。いや、でも俺一つ本当に言っとくけど、同棲しようって言ったのは2日か3日前でしょ？それははっきり言いなよ。わかんない。ちゃんと LINE ちょっと読み返してみる。いや、俺 LINE では多分言ってないと思うよ。2、3日前に言われたのはそうかもしれないけど、うん、その前にも言われてるかもしれないから、ちょっと見てみる、 LINE で。で、うぜんだけどさ、早く終わらせて、あとは何を言えばいいの？いや、だから俺同棲しようって言ったのは本当にね、化粧水とかね、あの、俺が化粧水忘れてきて買ってくれたじゃん。だから
いや、これ本当に嬉しくて、本当にちょっと好きだったんだよ。本当に言っとくけど、嘘だと思われるけど、うん、だから俺詐欺とかしてないよ。俺本当に純ちゃんに財布と T シャツ買ってもらった後に LINE 送ったじゃん。純ちゃん今日プレゼント買ってくれてありがとうって言って、でそれプレゼントは嬉しかったけど、一番嬉しかったのは俺が化粧水忘れた時に化粧水こっそり買ってくれたのが、それをプレゼントが一番嬉しかったんだよって言って、ね、それ本当に純ちゃんのこと本当好きだったんだよ。その時はだからなんだよって、だからなんだよっていうか、俺は本当にその時純ちゃんのことちょっと好きだと思ったんだよ。そう、うん、それだけは伝えとくよ。いちいち今更伝えなくたっていいよ、うん、本当に嬉しかったからね。ひどいことしてないじゃん。もういいよ、だからそれ以上に話すのも話さなくたっていいよ、うん、バカじゃねえのお前。いいかっつって切るよ、うん、くだらねえんだよ電話が、うん、一生電話してくんなアホ。いや全然大丈夫じゃないよ。いや、かわいそうっていうか、俺も本当にちょっと好きだったんだよ。化粧水とか買ってもらった時は。これ本当嘘じゃないからね。いや、化粧水これ買ってくれたんだよ。化粧水忘れててね、これは本当嬉しくて、ちょっと本当にちょっと好きになってたんだよ。それは本当嘘じゃないよ。で、その時にちょっとね、嬉しかったから、どうせ純ちゃんが部屋借りてくれたら一緒に住もうかっていう話はしたよ。3日前か2日前。いや、枕はしてないよ。だって俺アイテム投げてなんか言ってないもん。マジで枕はしてないよ。で、 LINE でも送ってるし、見せようか。本当に全部はちょっと見せられないけど、純ちゃんに俺土曜日かな、5月6日に送った LINE ね。俺だから本当に嘘ついてないからね。本当にちょっと純ちゃんのこと本当に好きだったからね。本当に優しかったから。それでなんかちょっと連絡今日ね、それで今日忙しくて純ちゃんに LINE の返信してなくて、まゆちゃんと会ったっていうのがバレたら、なんか言い方悪いけど発狂して、なんかいろいろ暴露されたらさ、俺も辛いよ。色恋ってでもそんなこと言われたって、俺の心の中なんかそんな誰でもわからないことじゃん。で、その財布と T シャツ買ってもらった次の日じゃない、財布と T シャツ買ってもらった後、ずっと一緒にいてご飯とかも食べてたもん。嬉しかったから。まあそれでもうなんか同棲に酔わせてアイテムなんか投げさせられたって言うんだったら訴えたらいいんじゃないの。いや、まゆちゃんともうやっちゃったの。それはだって純ちゃんとだって付き合ってないもん、うん、純ちゃんと付き合っててやったらひどいって言ってもらったらいいけど、どうしたらいいの。あ、アイテムありがとうございます。いや、ちょっと好きっていうか、うん、本当にドキッとはしてたよ。優しいなって、嬉しかったよ本当。いや、だって俺が言えることはこれだけど、純ちゃんからだって一方的に言われてたら、俺なんか結婚詐欺師みたいになってるじゃん。俺は俺の言い分も言うよ。何回やった。いや、エッチはエッチはやし、やったかやってないかと言われたら、エッチはやったかやってないかと言われたら、やったよ。やったけど、いや、エッチはやったよ。好きだからやったよ。何回、多分3回。何笑ってんだよ。お前何笑ってんだよ。エッチは3回、やってないって言ってたってこと。違う、まゆちゃんじゃないよ。今、純ちゃんですよ。あ、そっちね。まあ、それは別にいいじゃん。純ちゃんと俺がエッチするって別に同意してやってるんだから。だから、俺の言い分は、ね、リスナーさん、俺の言い分は、ね、そんな、訴えるとか言ってるじゃん、純ちゃんが。そんなね、訴えられるようなことはしてないよっていうこと。アイテムだって向こうが投げたんでしょ。
言い方悪いけど、それをなんか返せとか裁判を起こすって言われてもさ、ね、しかも同棲しようって言ったのは3日前だからね、うん、3日前に言ってからアイテム投げてもらってないからね。いや同棲ちらつかせてからはアイテム投げてもらってないんだから、俺ね、それで詐欺師って言われてもさ、まずどうしたらいいの。いや、まゆちゃんと付き合えるわけないじゃん、それ付き合うって言って。それはちょっとネタだよ。まあこんな感じですかね。まゆちゃんどうする。まあもう枕営業とでも、ありがとうキリストさん、枕営業とでも何とでも言ってください。僕が言えるのはこれだけです。